俺はね、俺なりの信念があって金貸してるつもりなんですよ。はい、来た。捕まれば3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金。勘弁してくださいよ。いつも悪いな。試してみたい。冴島大河っちゅう男がどこまで登れるのかを。25年前のあの事件、裏でもっと面白い話があったんだよ。逃げなくていいんですか？え？捕まったら無理やり自白させられてしまうかもしれませんよ。東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。あのビルの建設と経営の権利さえいただければ。現金で1億円、10日以内に私に融資していただけませんでしょうか？この女の仕事は終わってない。まだ必要なんですよ。リリーは一体何者なんですか？あいつは俺が守らなあかんねや。お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。早く行け。やるしかねえんだよ、俺たちは。いろんな人間の夢を叶えるためにな。